札幌市保健所によりますと、8日、60代の男性が市内の歩道近くでキノコを採取し、自宅に持ち帰って炒めて食べたところ、意識障害などの症状で倒れ、救急搬送されました。男性はその後回復し、翌日に退院したということです。保健所が残っていたキノコを鑑定したところ、毒キノコのイボテングタケと判明したことから食中毒と断定しました。 イボテングタケは食べると嘔吐や下痢呼吸困難などを引き起こす毒キノコで札幌市は知らないキノコは食べないように呼びかけています。